最後始まりました「成功問題対策講座」さあ今回はですね慶應義塾大学法学部挑戦してみたいと思いますねはい行ってみましょう「In each of the following questions1 through 5 one of the five sentences is not correct in English」という形で5つ文が書かれていてその中の1つが合ってないよ、ね、文法上正しくない文になってますよっていう問題になりますねはいそれでは早速行ってみましょう はい、それでは行きますね。The referee's decision was impartial っていう形で書いてあって、The referee's decision was までは全部同じですね。つまり、この後ろの形容詞が間違ってるものを見つければいいってことですね。The、referee の、はい、決定っていうのが impartial だって言ってますね。impartial っていうのはですね、公平なという意味ですね。partial っていうのが逆に不公平なんですよ。この part ってあるじゃないですか。これ、part 部分ですよね。だ部分に偏ってるってやつです。それの否定語ですね。この in っていう。 いうのが、はい。なんで偏ってませんよ。だから公平ですという意味になります。それに対して二番はアンフェアですからフェアじゃない。 っていうわけですねこれも否定プラスフェアですからはいフェアではないよはい3番「アンバランス」無理ですこんな風に「アンバランス」ってなんか日本語だとね言えそうな感じもしますね不均衡「アンバランス」って言えそうなんですがこれ無理ですね、まあ、でこれ普通どうして使いますねアンバランスっていうのはこの不均衡にするってでじゃあそれを受け身にして「アンバランスとでどうだって言われてもそれでもやっぱり「ん」って感じですねちょっと変な感じがしますねまあ、どちらにせよ3番が正解になりますねで日本語の「アンバランス」に近いのは「インバランス」ですねこっちの方が日本語 アンバランスに近い名詞で使うことが多いですね。アンバランスはやっぱり動詞の方で使うことが多いと思いますね。なんで、インバランスっていうので知っておくといいかもしれないけど、あんま出てくることはないと思いますけどね。はい。まあ、これは明らかに品種も違うだろうっていうのでわかるかなって思いますね。はい。4番は、andisputable ですね。まあ、これも難関大だったら知っておかなきゃいけない基礎単語ですね。はい、ディスピュートできないですね。こう、異論や反応をね、出すことができませんよっていう表現になりますね。で、5番が irregular ですから、regular じゃない、普通じゃないよっていうやつですね。まあ、これ、in とか、a n とかついて否定を を表すやつらっていうのがこれ並んでいたわけですよね。で、まあ気が付くと思うんですが、インディ言って語っていうので出てくるの。このエンゼルスピューラボみたいなね。でもこういうふうに m になったり。 R になったりするんですよなんでそこもちゃんと押さえておきましょうね。p とか b とか m とかこいつら両信音ですね。唇が閉じるやつですね。両方とね。ペッペッムってやつね。こいつらの前ではこの in っていう i n だったやつが im に変わりますね。だから impartial っていう風に p の前なんでこれ唇閉じる音なんで m ですね。n じゃなくて m ですね。唇閉じてるやつになりますね。この imbalance っていうのもそうですね。この b っていう b の音なんで m の音になるわけですね。M とかねモラル道徳的じゃないとかねそういう時にも出てきますね。でそれに対して r だった場合は irregular っていう風に r には ir をくっつけてやるし l が来てる時は il をくっつけてやらなきゃいけないですね。 ジカとかね、ロジカルじゃないとか illegal とかね違法のとかそういう風になってますね。まあ、このルールは一応知っておいた方がいいので特にねこれ日本語だとどちらも「ん」になってしまうので「m」だったかな「n」だったかなって悩んじゃったりすることがあるのでその時にこのルールは使えますのでぜひ知っておいてください。では2問目いってみましょう。 得時間なかった方はね、止めてもらえばいいんですけども、えもうこれもね、ほとんど同じじゃないですか、書いてあることですね。Please let us know。同じですよね、全部ね。Let us 教えてね、tell us ってことですけど、はい、そこ同じです。問題はこの前の Please let us know の前の部分がさまざまな形で、ね、if か when なわけですけど、その中身が違っているので、そこだけ見ればいいわけですよ。で、一番最初が when you see a person acting suspiciously ですね。はい、誰か怪しい動きをしてるやつがいたらってことですね。全然問題ないですね。怪しい動きしてるやつがいる時連絡してねで2番は when you saw a person って過去形 なってますよね怪しいやつを見たときって日本語だと言えちゃいますけどこれ過去になっちゃいますよ過去なのにこれから教えてねってことになるのでダメですねはいということで2が正解になるわけですねまあ1とか3とかはほら習ってるじゃないですか時条件の副詞説ですね時 When ですね if 条件ですね時条件の副詞説の中では未来のことでも現在形で表すんですよっていうふうに言うじゃないですかねだから怪しい動きしてるやつを見たとき怪しい動きをしてるやつをもし見たらはい連絡してねっていうわけですで4番っていうのはねちょっとね微妙だなってまあネイティブの中にもうんってなる 人はちょっといるんですけど、If you saw a person acting suspiciously っていうふうにここさっていう過去形になってんですけど、まあこれ、ね、家庭法のところで習うように、まあ C よりもまあ可能性が低い時だったら言えるかなみたいなね感じで言ってました。うちのネイティブもね普通に喋ってて聞いて間違えたとは思わないよっつってた。ね書いていいかって言われたらちょっと微妙だけどねっていうふうに言ってた。でそれに対して五番は習ってる人が多いですね。If you should see a person acting suspiciously っていうのはこのシートってやつをね if 説の中に出てくるやつね家庭法未来とかってね謎の名前だなって言人もいると思うんですけどもこういうやつですね万が一なんとかなったらとかってやつですが堅い表現になりますね。 こいつの場合はやっぱり統治系ですよねそこがトイ i クとかでも問われますからねはいこいつ統治してやるとそう「if」をどかしてやって「should you」みたいな感じでね「should you see a person acting suspiciously」とかっていう形で出てくることがありますのでこの形も注意しておきましょうねビジネスレーターとかねそういう堅い場面でねトイ i クだと出てくるフォーマルな表現ですはいでは3番いきましょう はい、今度はね、共通部分が少ないので、ちょっとめんどくさいですね。はい、1番、This incident was reported by the media ですね。はい、メディアによって伝えられましたよ、その出来事は。って言ってます。はい、何の問題もありません。はい、2番、2> This crime was solved by the detective。ディテクティブによって解決されました、この犯罪は。問題ないですね。ディテクティブ・ケーブだったりとか、ディテクト・発見するっていうのが入ってて分かりやすいんですけども、あとは探偵ですね。ディテクティブ・コナンですからね,ね。いつもコナンについてますよね。3番が、This research was conducted by the professor。はい、問題ないですね。Research。ね、こいつが不さんだっていうのがね、結構厄介ですから、 作文で、間違いやすいので気をつけてく c o n d u c t ってね、こういう研究とかね、するときによく出てくる表現ですから、この表現もぜひ知っておいてください。プロフェッサーはスペル間違いやすいですね,こね。F が2つだったかな、S が2つだったかなってなっちゃう人が結構いたり、うん、O だったかな、E だったかなとかってなっちゃうので、結構ね、書くとき間違いやすい。で、次、This accent was happened by chance。こうやってね、やっちゃう人が結構多いんですよ。気をつけてくださいですね。Happen は自動詞ですから、 was っていうのをつけてはいけません。This accident happened by chance ですね。はい。で、なんかね、上の方は全部受け身プラスね、その by これ,これによって、これによって、これによってってこうやって書いてあったから、それにつられてそのまま読んでいっちゃダメですね。by chance っていうのは偶然ですよね。このセットフレーズになってるわけですね。この事故は偶然起こったんですっていうやつです。これで本当にます、hapen っていうのはね、受け身にしちゃう人がすごく多いんですよ。英作文見てるとね。だから気をつけてくださいね。はい、次は This issue was is resolved by diplomatic means。Issue 問題ですね。Problem と同じよね。で、resolved ですね。まあ、solve と変わらないですね。 同じようなスペルで同じような語源ですからねで by diplomatic means ですねはい by と means って相性がいいですから by means of とかね知っている人も多いと思います by means of 何々で diplomatic ですね IC が来てるのでアクセントはこれですね diplomatic になりますよねそれに対してはい外交官は デプロマットになりますね。アクセントの位置が違うので気をつけてください。で、外交、デプロマシーですね。という風にアクセントの位置が3つ全部違うんですよ。デプロマットとデプロマシーとデプロマテックですね。全部ずれますので、こういうずれるやつっていうのがね、好きですから、このアクセント移動が起こるものっていうのは難関大学好きだったりしますので、注意しないといけません。はい、4番目行きましょう。 これも有名なやつですね。The political candidate まず同じですから、はい。無視しちゃえばいいですね。consulted, hard advisor ですね。はい、consult っていうのは相談するですから問題ないですね。advisor に相談しました。まあ、これ advisor ですね。O になることもあるので気をつけてください。ADVISOR っていう風うに出てくることもありますので気をつけてください。で、advise が動詞ですね。アクセント後ろですね。で、advice っていうのが、これまたアクセント後ろで、数えられない深さ名詞だっていうのも、これ、正語問題でよく出てきますのでアドバイス、advice と advise が違ったりとか。 アドバイスが数えられてたりとかねアドバイスとかア,アドバイスみたいになってたらその間違いだっていうのをちゃんと見抜いてください、えー、そして2番目エンカウンター i デ f i c u l ティ e s ねその政治のね候補あキャンディ言ィと候補者ですね候補者がそれ困難に直面したってやつですエンカウンターですねそう偶然出会うって覚えてると結構いるんですけど偶然出会うよりもこういったデ f i c u l ティーズとかね困難に直面するっていう意味で覚えておいてください普通ね人に偶然出かわすっていう時エンカウンターってやっぱ使わないですから一回僕使ったことあるんですよオーストラリアでね使ったらイギリス人言われましたお前は小説家かってね,ね日常生活でそんなん っていうふうに言われたのを覚えてますから。だからあんまりエンカウンター人っていうのは出てきますよ。y o u t u は出てくるんだけど、日常会話では使わないよっていうふうに言われましたね。で次が、The political candidate opports to the policy。これめちゃめちゃ出ますね。本当によく主題されますよね。opports to じゃないですね。はい、to はいりません。o p p o r t o the policy。もしくは、be opports to の形を使って、The political candidate was opports to the policy ですね。その policy 政策に反対だったっていうので言うこともできますね。で、あともう一個問われるのが、こいつ。object to ですね。 こやつの場合は自動詞だよ、受け身にしちゃダメだよとかね。oppose, be opposed to, object to っていうのをちゃんと覚えておかなきゃいけません。で、引っ掛けがだから oppose to とかになったり、o オブジェクトだったらオブジェクトだけになってたりとか、o オブジェクトが受け身になってたら be objected to とかってなってるのが、これが間違い探し問題でよく出てきますので、ご注意ください。o p は反対側、ポーズは置くですね。そこから来てますね、語源は。で、次が enter politics でね。はい、政治の世界に入りました。a f t r young age ですね。はい、若くしてってことですね。At a t と age 相性がいいとか。politics ですね。これ S ついてるけども、 パラティクスアーじゃなくて「パドティクス・イズ」にしなきゃいけないっていうのが出てきたりとか普通 IC って終わってたら1個。 ここ前の母音にアクセントが来て、パレティクスになるかなと思いきや、こいつはパレティクスになるよっていうので、アクセント問題でも取材されることがありますから、こういうことも頭に入れておきましょう。で、次が、Pleaded with the party leader ですね。パーティーリーダーにお願い、懇願したですね。w i h がついてて、誰々にいいですね。まあ、これだけだと何をお願いしたのか分かんないので、もうちょっと文脈が欲しいんですけど、なんかお願いします。これやってください。助けてください。みたいな、ね、そういうことをやったってことです。まあ、この表現は、ね、ちょっと難しいから、そこまで重要ではありませんね。はい、では最後の問題いきましょう。 はい、やりましたね。だから言ったんですよ。これってね、よく出題されるから必ず覚えておきましょうってね、言ったんですよ。ね、police is は だからよく出題されるんですよ。このポリ e スアーってしないといけないわけですね。ポリ c スは複数扱いであるってね。ね c r i クラ s c シー e 犯行現場っていうやつですね。で、犯行現場で忙しいよって言うんですね。その警察たち。だから一人一人を数えないポリ o ス f フィサーって言わなきゃいけないですからね。The police officer is busy だったらいいですけどね。で、次、The crew is resting for a while ですね。ちょっと休んでるクルーですね。この人塊の団体のことをクルーって言いますね。で、クルー is です、基本的には。クルーアーでも OK っていうふうに辞書には載ってますけど、やっぱりネイティブスピーカーでん言わないねっていう人が 多いいと思いますねで、3番、The faculty is young these days ね。もう最近は大学のこの教員たちのことを faculty って言いますね。まとめて。一段をまとめて faculty って言うんですけど、でその人たちが若い。で、これも言ってた、f ファカオティ R でもいいって辞書には載ってるけど、言わないね、普通はって言われた。faculty にはいろいろな意味があって、例えば、慶応だったら文学部のこと、Faculty of Letters って言うんですよ。Literature Department じゃなくてね。だからそういうふうに学部っていう意味が実はあったりもするし、あとは能力ですよね。そっちの意味もあったりするので、一応覚えておきましょう。で、次が The j u r o is finally out ですね。 まあもう1番が明らかに違うので、まあ、4は合ってるんでしょうけどでも誰に聞いてもね意味がわからんっつってたジューリーっていう陪審員のねこれも一段なんで Jury is ですね、まあ、Jury ー・ r e でもいいって載ってんだけど一緒にはでもやっぱ Jury is だって言ってたジ u r y is still out っていう表現があるんですよ、ね、まだ審議中で結論が出ていませんみたいな感じですけど The finally out っていうのは聞いたことないってみんな言ったもうだからアメリカ人に聞いてもわからんし意味がイギリス人に聞いてもいやコンテクストは文脈はって聞かれた多分これじゃあ物理的 に出てきててててきるっっっいいいううう意味ななううなんんじじゃゃねのそこと言ってたで次は The audience is already seated ですね。あ、これ言いましたね,ね。オーディエンスもよく問われるから知らなきゃいけないよね。Large audience とか Small audience っていうのでよく出てくるわけですよ。やっぱりね。出てくる単語ってね、結構あるんですよ。決まってる。で、Already seated と、ここのね、ポイントも出てくるので、is Sitting ってことですね。座っている。Sit は自動車なのに対して Seat は多動詞なんですよ。で、お座りくださいって言ったときに Seat yourself なんていうことが言えるわけですよね。こういうふうに目的ごとる多動詞で使うことができる。でそれで 受け身にすれば BCZET なんですよまあこれは TOEIC のね写真問題とかでも出てきたりするので座っているってこういう表現があるんだなって思っておいてくださいはいという感じでで狙われてるポイントは実はそんなに難しくないんですよねきちんと文法語法のね知識を持っていれば解ける問題になっているわけですただし解けたで終わりにしないでくださいいろんなね入試で問われる他のポイントありましたよねだからその辺のこともきちんとやりましたのでそれらのことをねあ忘れてたとかねああ知らなかったって言うんだったらきちんと頭の中に入れておいて覚えておくようにしてくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします